歩くだけでも圧倒的な存在感を発揮している。ドジャース大谷翔平投手は16日、日本時間17日、レンジャーズの本拠地グローブライフフィールドで行われたメジャーリーグのオールスター戦に2番指名打者で先発出場。救援初アーチを放つ活躍を見せた。夢の舞台を終えた大谷の裏側の映像が反響を呼んでいる。 でスポーツアンカーを務めるレジー・チャットマン・ジュニア、氏が自身の X ・旧ツイッターに、大谷が救援での取材を終えて通路を歩く映像を投稿した。大谷は通訳のウィル・アイアトン氏のほか、複数人で大きな通路を通っていくと、地面に敷かれた銅線を見つけるとぴょんとジャンプして歩みを進めていった。選手やメディアなど一部関係者しか入れない特別通路。 秘蔵映像を見たファンからは、舞台裏でもぴょんが可愛い軽やかに黄色部分を飛び越える、などとコメントが寄せられた。試合前にはオールスター戦恒例のレッドカーペットショーにマミコ夫人と参加し、裏地に愛犬デコピンがプリントされたベージュのスーツを披露して話題に。さらに試合でも、球援発本塁打を放つなど、1日を通して話題に事欠か,かないオールスターを過ごした。 前半戦は三冠王ペースで折り返し後半戦の活躍にも期待される。